インフィニティリーグ2015優勝は小倉拓也選手。
表いたします。第5位 8.1 前田隆。同じく第5位 8.1 金海祐希。第3位 8.8 誠。第2位 8.11 岡田亮。そして優勝は8.12小倉拓也。それでは戦い抜きました各選手に一言ずつコメントをいただきたいと思います。こんばんは、シューティングジム大阪の前田です。この1年間は1年間ずっと応援していただいてありがとうございました。僕もこの試合で全然結果が出なくて、まだやれるよお前。ありがとうございます。今は3ラウンドも5ラウンドも耐えるようなスタイルをつけて、もう誰にも負けないです。ヒーハー。ものすごく自分にがっかりしております。応援してくれた方々にすごく申し訳ない気持ちでいっぱいです。優勝賞金の目録が送られます。プレゼンターは勝ち点8点代表坂本和弘が務めます。ここで次戦のオファーをさせていただきます。来年2016年3月21日月曜後楽園ホール大会におきまして、関太平洋フェザー級1位竹中大地を相手に、昨日根津雄太選手が返上しましたタイトルをかけ第5代関太平洋フェザー級チャンピオン決定戦を行っていただきます。まず今日戦ってくれた田波選手、ありがとうございます。まあ、初っ端岡田選手に負けて、まあ、ちょっと差が入りだったんですけど、そこから一本勝ちで、今日も絶対一本勝ちしてやろうと思って、思ってました。何言っていいか分かんないですけど、スタッフの小倉です。まあ、東京でやっても、青森でやっても、四国でやっても、強いやつは強いんで、場所関係ないんで。とにかく来年の自分に注目してください。やったねー、はい、やったねー、やったねー、やったねー。今年1年間逆走を踏みましたこの5名の選手、優勝しました小倉選手はもちろんですが、他の4名の選手の今後の活躍にもご期待していただきたいと思います。